大きな帆を立ててあなたの手を引いて荒れ狂う波に揉まれ今すぐ風になりたい。天国じゃなくても楽園じゃなくてもあなたに会えた幸せ感じて風になりたい。何一ついいことなかったこの街に沈みゆく太陽を追い越してみたい。生まれてきたことを幸せに感じる。かっこ悪く立っていいあなたと風になりたい。何一ついいことなかったこの街に涙すらす雲を突き抜けてみたい。天国じゃなくても楽園じゃなくてもあなたの手のぬくもりを感じて風になりたい。天国じゃなくても楽園じゃなくてもあなたに会えた幸せ感じて風になりたい。はい、こんばんは。今夜ね、ザ・ブームの風になりたいを歌いました。2019年10月の26日に、10月の26日土曜日の星座確認ね。はい。今日明日休みだからさ、ね。あとね、うちの職場はさ、だからさ、土日休みなんで、洗濯に行こうと思ったんですけどね、ダメだったね、やっぱ。空振りの川はやっぱね、ダメみたいね、干しとけばね。どこも水溢れ返ってて。この間のさ、里見公園の反対側のさ、あれ、江戸川河川敷もね、ちょっとアウトドアできる感じじゃなかったもんな。そんだけで、ね、明日日帰りで、また里見公園かもしれないけどね、行きたいと思います。日帰りで焚き火台使う、明日もね。ああ、しょうがないね。まあ、天卓またお預けだ。今度、スノブキキャンプ場はね、大丈夫だと思うんだ、あれね、今度ね。あそこはもう、あれ、川の近くとは、スノブキキャンプ場はさ、烏川の川が近くにあるとはいえ、あそこもね、里見公園みたいな感じでさ、一応公園だからさ、大丈夫よ。今度、キャンプ行って、あそこ行こうね。それ。ああ、それかね、でもなんか、今、関係ないけど、奥多摩のさ、駅前のさ、脇役場の下とかもすごいだろうな、あそこ。川が目の前だもんね、あそこも。よくやってる人いるけどさ、今のちょっと無理かもしれないね。大変だ、しょうがないね。雨続きだからね。じゃあ、今夜も YouTube ライブやりましょう。簡単にね、明日、早起きして、里見公園で日帰りだ。この静電確認、久々だな、このパソコンで。静電確認。2019年ね、10月の26日、土曜日。じゃあ行こうか。悲しみに出会うたび、あの人を思い出す。こんな時そばにいて肩を抱いてほしいと、慰めも涙もいらないさ、ぬくもりが欲しいだけ。
人は皆一人では生きてゆけないものだから、虚しさに悩む詩はあの人を誘いたい、一言も語らずに同じ歌歌おうと、何気ない心の触れ合いが幸せを連れてくる。人は皆一人では生きてゆけないものだから、何気ない心の触れ合いが幸せを連れてくる。人は皆一人では生きてゆけないものだから、生きてゆけないものだから。はい、こんばんは。今夜はね、中村さんのね、フライを歌いました。2019年10月の26日土曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんは。小田さんどうもね。はい、ジェイさん、シュタインさんどうも。あ、今日はね、ほんとで、今週は土日休みなんだけど、だったんだけどね、ちょっとね、行き場所ね、失敗しちゃったからね、洗濯できなかった。河原入れなかったよ。まあ、ね、昨日の雨もあるしさ、台風があったしさ、その大雨でさ、河原はさ、増水してるんでね、禁止だったんで、そんな帰ってきた。うん。ちょっとたまらなかったけどね、うん。そんだけで、ね。明日、日帰りで、ね、また焚き火台持って行きたいと思います。あ、エイキさん、こんばんは。そんだけでね、今日町だから。うん、明日日帰りだからね、早めに行きたいんでね、うん、今日帰んないや、今日に。それだけ、今日のお夜食行きます、早速。もうすぐ、うん。いつもよりか早いから、やっぱ10時台はね。うん、昨日は0時もあったもんな。あ、小田さん、忘れ大丈夫よ。うん。ありがとう、もう忘れてないよ、大丈夫よ。ありがとうね、小田さんね。うん、生きてる間、僕は生存確認するからね。うん。じゃあ、今夜のお夜食。今夜。今夜はね、赤札堂でソーダ売り場でね、ハムカツ買ってきた。いいかな、ハムカツ。ハム2枚、ハムカツ、これ買ってきて、ハムカツ。今夜の夜食はハムカツですよ。厚切りハムカツにからしを添えて、ローソンのこのゴールドスター。今日はこんな感じ。どうも。今夜はこんな感じ。厚切りハムカツからし、まあソース系とかタレ系は使わない、からしだけで適当にからし添え、厚切りハムカツのからし添え、こんなもんでいいや。
こんなもんで、これをつまみながら、これね、発泡酒。ほら、ローソン、こんばんは。ジローさん、どうもね。焼けただけで、焼けじゃないよ。うん、これ、調味料つけながら食うから、まず行こうか。ハムカツ。今日は厚ハム。1枚はね、4等分にして、このね、ちょっとからしつけて。うん。あ、どうだ。うまい。これ。はい、乾杯。じゃあ発泡酒、ローソンのプライベートブランドね、セレクト、ローソンセレクト。あ、どうもね。ああ、あめ、臭いよね、電子タバコ。ね、でタバコ臭っていうより電子タバコ臭だよね。特にタバコ吸わない人間にあれづらいよね。ちょっとネギガラシつけて。次はこれ、ほら、これ揚げハムカツはね、赤札丼の惣菜今。そうね、町田はローソンはね、駅から遠いからね、駅の近くにあるのはローソンストアだけ。電子タバコはさ、ただヤギが作るだけだよね。もうそう、普通の紙巻きタバコとの違いはさ、匂いはするよ、あれ。ね。多分、電子タバコの利点って言えばさ、普通のタバコとか部屋がさ、タバコ吸ってる部屋、人のとこってさ、ね、薄く広くなっちゃうけどさ、それが弱いんだと思うよ。電子タバコ、それぐらいだろうね。ちょっと匂いはするもん、電子タバコ。聞けなかった。うん、わか、聞けないや、こう、無人のとこだから、誰もないもん。ネットでも検索したら、それらしくなかったしな。一応、利根川遊遊公園は一応公園となってるから、あそこはね、市役所のページにしばらく休止になってるけどね。そう、利根川遊遊公園もあそこね、あそこは利根川の河原だからね。あそこも前もし、あそこは、やっぱあそこもね、しばらくはね、入れないみたいよ。うん、利根川遊遊公園。うん。だから前回はさ、その里見公園行く前さ、江戸川の河川敷の方の河原も考えて行ったんだけどね、明らか目で見て、アウトドアできる感じがなかったからね。まだ今週もそうだと思うよ。うん、今週だって金曜日の大雨降ったからな。出禁っていうかもう、あれ入り口のところにね、あれ、増水してるために出入りできませんって、そういう札、あれ、柵がしてあったよ。そうしてば交通、ね、交通指摘にな、交通指摘に、そうしてさ、普通ないんだよね。多分反応ガーラもっとすごいひどいかもしれないな。反応ガーラ中洲だからね、完全にあそこ。あれ、もっと入間があるとこだ、あそこ。まあ、しょうがないよね、こういう時はな。こ
今度11月の連休あるけどさ、あの時はスノブチ行こう。スノブチはあそこ一応公園になってるとこだから、公園だからさ、川から控えてるとそれほどでもないからさ、大丈夫と思うんだ。高台で公園なんで。位置関係はさ、まあ、さっきも言ったけどさ、江戸川と里見公園みたいな感じだから、スノブチキャンプ場って。距離的に。だからそんな。山はでも怖かったんだって。あれ結構白いものすごい雨降ったからさ。まあちょっとそう待って。登山道が僕はどういうこと考えるとね、今回は、ね、そんなわけでやめたわけだよ。ものすごかったわ、あれ首都圏はね、昨日だっけ。だからそのままあと山もやめたわけです。そう、群馬でもね、群馬にあれ、高崎線で、埼玉から群馬には一駅目だからね、ほんと埼玉寄りだ、あれ。群馬に入って一駅目だからさ、だから高崎でも、ほんと足一個。スノーキャンプ場。だから熊谷のちょっと上ぐらいって感じでしたね。熊谷のちょっと上。熊谷自体は群馬寄りだからね。新町駅。高崎線の新しい沼地か、新しいって言うけどね、新町。要するに、地図見りゃ分かるよ、あれ。埼玉から群馬に入って一駅目の駅、高崎線で。すぐ。桜の方が白いんだね。印旛沼に繋がってる高崎川とか鹿島川ね、増水したってなってたね、塗ってるとね。野球は大丈夫だった。僕だって今朝方野球がこっち行ったからね、野球台とか大丈夫ね。まあ川の方は分かんないけどな。まいね、ハムカツね。そうがね、京葉線と栄の駅ね。意外とひどかったね。台風よりも雨がひどかったね、本当ね。雨はね、そう、台風は風もある、暴風でさ、風の方もあるけどさ、ね。雨は本当そうかもしれないね。でも野球団の専用だから、野球の川はさ、あれ、新大和田と勝田の間にね、インバ放水路、新川っていうのがあるんだけどね。大和田と勝田の間。うちはその大和田の手前の野球団の方と、野球団と大和田の間なんで。すごいもんな、あれ。JR なんかまだ動いてないもんな、千葉県内のな、ね、あの辺ね、久留里線とかな、なおさら JR はさ、線路幅が狭いからなおさらだろうな、きっと、あの辺はな、単線の上に、長期で狭いでしょ、あそこ、標準時じゃないもんね、JR はね。そんなこともあってね、まだ普通だもんな。じゃあ、さて、もう一本持ってこっちは、これね。ゴールドスター、2本目も。でも僕、焚き火、今日はテントワークで焚き火したかったから、僕、そっち撮ったんだ。ごめん、本当は。だからね。だから明日は日帰りで焚き火行こうと思うんだ。焚き火台持って。明日日帰り焚き火。まあ、場所は一緒。辰巳公園になっちゃうと思うけどね。そうだな。江戸川の河原もさ、清州一帯管理があそこの河川敷も使いいけないと思うんで、当然江戸川だったらさとみ公園になっちゃうね。金曜日で降ったばっかだもんな、雨。多分あそこの江戸川河川敷、あそこも火事使用可能なんだけどね。アホとはできる感じがなかったもんな、清州見たらね。しょうがない。さとみ公園は一応川の近くとはいえ、まあ何度も言ってくけどね。一応川から上がった公園だからあそこね、なんとか大丈夫。さとみ公園は。
あれ、なんか星野さんがよく、これまさなんかもさ、ね、あそこも死ぬかもしれない、あそこは玉川だもんな、うん。しばらくこれまさ行けないかもしれないね、星野さんね。よく言ってるけど、これまさでやいやってるけど。うん、まあ単線だもんな、しょうがないな、向こうはな。線路幅狭いしね。しょうがない、しばらくはね、うん、しょうがない。でも考えたら、この、もう20代の頃とかさ、ヒロさんなんか覚えてると思うけどさ、20年ぐらい前はね、年中さ、あれ、首都圏なんかさ、水不足でやってたけどね、最近ね、台風が来るからね、ここ数年はさ、効かなくなったもんね。やっぱ台風の影響は、いい利点もあるんだよね、あれ。ここ数年台風が心配来るようになってさ、水不足ってニュースなんだよ、ないもんね。うん、やっぱね、被害もあるけども、来ないとね、ニュースになるもんね。ダムの貯水量を毎回ニュースのたびに行ったりさ、それなら聞かないもん、ね、今。散々台風で降ってるからね。うん、その利点もあるんだよね、台風、日本はさ。台風が来てくれるとさ、うん。ね。あれ、ダムの水飲みがさ、ちゃんと、あ、満タンだから安心なんだよな。うん、まあそれもいい、しょうがないね、そう、うん。ほんとそうだ、20代、もうちょうど20代、20代ぐらいの頃ってさ、ほんと、毎年のようだったもんだらね、ね、水不足の心配だって言って、節水制限とかって今聞かないもんな、ずっとね。さて、2本目もどこだ、2本目。2本目。ゴールドマスター、ローソンセレクト。そうね、お祝い申し上げます。どうも。そうね、それはね、海で寝ないもん慣れてたんだね、台風でね。2本目。じゃあ、ローソンセレクトの発泡酒。や山も登山、あんな雨がひどいとさ、登山道も崩れてるからね。まあ僕みたいなもんはさ、大雨の後は行かない方がいいよ、山は。ね、あかんぱ。特にさ、お祭りの方の山上コースはさ、登山道がさ、あやふやだからさ、大雨の後は多分絶対確実にあそこ、山上だるみのあたりはね、崩れてると思うんで。鴨さんはまだいいと、鴨さんはね、メインだからね、うん。お祭りの方のコースはさ、大雨の後とかってほんと、ね、登山道のほとんどあやふやだと思うんで。あんま行かない方がね。今日ハイボールじゃないね、うん。ハムカツと発泡酒。今日厚切りハムにからしをちょこっとつけて。これ。うん。アスビルハムがからし添え、うん、うまい。ハムがそう、スーパーのソーダ売り場、赤豚のね、この辺のスーパーはね、町田の駅前の赤フライドが一番いいね、うん。もうそう思う。あれ、荒川とか隅田川の方行くとさ、あれ、なんだっけ、あるけどね、チェーン店なんだっけ、あれ。あれ、違うよ、こっちの方がやっぱ、一番いろいろ整ってる。赤フライド。これさ、赤旗でもいいんだよね。上野にもあるしさ、上野の駅前でしょ、あるし。
あれ、反対側は、あれ、法律上部にもあるもんね。あと、千代田線だったら根津の駅前にもあるし、結構多いんだ、これはね。あと、町屋の古いからね、結構。まあ、赤楚自体は古いけどね、あれ。まあ、中学生の頃、14歳か。初めて千代田線乗って町屋に行った時からあるからね、あれ。赤楚は。まあ、30年以上前かな。今年の TBS はさ、ラジフェスやんないみたいね。来年の年明けの2月にさ、横浜のさ、パシフィコ横浜でさ、有料イベントあるからさ、やんない、ね、やんないみたいね。例年だとさ、ここ数年はさ、TBS ラジオのホームページ見るとさ、あれ、ラジフェスのこと全然あったことないもん、今。来年の年明けのさ、2月にさ、横浜のさ、パシフィコ横浜でさ、結構ラジオのイベントやるんだよ、有料で。そのことは出てくるね。まあ行こうかなと思う。もし行けたら、パシフィコ横浜じゃんって、あれ、来年2月に TBS ラジオ。だからそれもあって、今度まあ何度も言うけどさ、ラジフェスは今年ないみたいね。今、10月もまずでこの時点でもう何も言ってないもん。ここ数年はさ、前にあったんだよな、ラジフェスかな。今年はやんないみたい。TBS のラジオの前でさ、やってんだよな。まあ、しょうがないね。ん？赤粉？それじゃわかんないよね。いつできたか。わかんない。あ、そうなんだ。まあ、東京中心にあるスーパーね。そうだろうね。東京に、ほんと、それでお寿司、そこら中ある。おいたい、一番古いの。ちょっともう待ちたくて、まあ10年から12、3年だもんね、わかんないかな。一番古いのわかんないもんけど、わかんないです。ちょっとわかりません、ちょっとね、わかんない、ごめんなさいね。もう全部変わってもんな、あれ。わかんないよ、一番昔からいないからね、わかんない。一家離れたところにね、コモディだってある。駅から歩いて10分ぐらいのとこね。コモディ、飯田百貨店ね、ちょっと前は。いや、あれ。もう。でも、あそこから決めってね、文京区の端っこだからさ、ね、あれ、区坂越えるとすぐあれ、西友があんだよ、あれ、東池袋の。あそこも相当遠くないよ、あれ。なんもないけどさ、雪のアパートか大塚6丁目、10分も歩けば、西友があったからね、東、そんなもんよ。住んでる人分かると思うよ、あれ。東池袋の西友、新中サンシャインの反対、向かい側。あれまで10分から15分もあれば行きたいんじゃない？あれ。そういうね。まだ。商店街は多少あったんだ、あれ。うまい肉、宮永っていうお肉、
大塚6丁目だっけ、あそこ。宮永って肉屋さん、今あんのかな。あそこ僕ほんと、鶏かよくかすとお店。僕見るさ、今日は鶏か買わないよく言われたよ、あそこで。うまい肉の宮永って看板があってさ。あそこで見てて、あ、今日は鶏か買わないのってよく言われた。あれ恥ずかしかったよ、ほんと。あ、近くない？もうそんな、でも10分かそこら行きたいあれ。あ、住んでる人と、クイズ、まあ、人によっては感覚が違うからな。そう。そう、東、本店っていうかあれ。東行き部、そう。今あそこはね、最下位でビルになっちゃったね。酔ってないよ、大丈夫だよ。大正家はあそこなくなって、今、首都高の高架下の方にね、あるよね、お店がね、今、代わりって感じでね、で、地下やってるよね。東、あの辺本当よく、あそこ13年いたから、あそこ、大塚6丁目に、13年住んでたからね。もう第二の故郷って感じだ、ほんと。ね、第二の故郷。まあ、10年以上住めばね、みんなそうだよね、大体10年以上いたから。確かあそこ、東池袋にはさ、中央図書館がさ、春日通りに見えたあそこはさ、なくなって、その、あれ、大正家なんかあって、あの辺にビル建って、あんなができたんだね、確か。多分そうだと思うよ、あそこ。あそこ、あの辺の最下、しか、大正家、東池袋大正家になったあたり、最下層でビルになったでしょ。あの辺、図書館入ってもなんだかね、多分あれ、東池袋にあった中央図書館のだと思うんだ、あれ。あそこは、もう閉店、あんな終わってんもんね、あそこ。南池袋よ。あ、公園の近くよ。ね。僕がね、大塚6丁目にいる頃にね、あれがあったんだよ。護国神とこでさ、あれがあったの。子供殺しちゃったやつ。まあ、覚えてないかな、僕。地元だと覚えてるけどさ。あれ。幼稚園児を殺しちゃったってやつあったよね、あれね。あれ、ちょうどそういう。僕もね、職質されたのもちょうど歩いてて。あそこ、なんだっけ、あ、いたよね、あれ。幼稚園児殺してさ、かばげてさ、実家の裏山に埋めたってやつ。ね。護国寺のとこでさ、あの時、あれ。それまだ僕が大塚6丁目に住んでる頃だった、あれ。風呂入ったよ。大丈夫だよ、大丈夫。お受験殺人とか言われてたやつだ、あれ。極売りのとこ、あそこね。今日はね、町屋ですよ、アパートで。これでおしまい。今日はね、こちらからでした。おやすみなさいね。今日はこの辺で終わります。ではまたね。いいかな、終わるよ。ありがとうね。スタインさんどうもね。また明日。またね、ありがとうね。わかんないか、完成わかんないね。早いかな。でも毎日やってるからね。どうもありがとうね。長くないと変な人来るからね。またね、またおやすみ。明日はね、焚き火配信あると思うんでね。ではまた。明日は焚き火配信、昼間ちょこっとあると思うんで、おやすみなさい。ありがとうね。また明日。
はい、YouTube ライブ終わりました。ああ、なのか。で、また。ゲーム込みなさいね。じゃあ、ハムカスで、ゴールドスター2本でした。で、また。